さあさあ、立教大学の長文行ってみたいと思います。本日の全体像ですが、長文全部がですね、11段落で構成されております。で、さすがに皆さん11段落ですね、全部やるともう視聴時間がですね、えらいことになりますので、皆さんご覧いただけないという可能性もちょっとございますので、まずは最初の6段落、これに焦点を当てて行ってみたいと思います。で、皆さん、設問形式もですね、このオレンジで書いたところが内容1問題。そして、下線部説明1題と語彙問題1題なんですが、これもですね、最初の5題にちょっと集中させてください。このあたりで皆さん、内容1問題の練習ができますので、このあたりが特になくってもですね、解き方、やり方は確認できるかと思いますので、よろしくお願いいたします。すみません、第一段落でございます。皆さん、一読をしていただいて、皆さん、問いの一番ですね。ちょっとなかなかこう、決定的なことは言えないんですが、選択肢の意が検討できるかと思いますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、選択肢の意ですが、リンカーンが戦争にお金を払うことができましたということですが、皆さん、このあたりで、借りてるんですよね。できてるかというとちょっとということでございますので、一応設問の指示と合致しそうな感じはするんですが、まだローとハート2が検討できていないので、次の段落に行きますね。サミさん、続いて第2段落でございます。皆さん、一読していただいた後、先ほどの問題の続きに行きますね。すみません、第2段落前半で検討ができるかと思いますので、よろしくお願いいたします。で、皆さん、まず選択肢のローですが、皆さん、大多数のアメリカ人が払わなかったという話はこのあたりですよね。皆さんから反対意見をもらっておりますので、本文と合致しそうですね。で、皆さん、続いて、はなんですが、先ほどの段落でですね、所得税の始まりは1862年という表記があることを前提に、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、本文中、このあたりですよね、1872年にキャンセルということでございますので、10年しか続かなかったという話は合致してそうですね。で、皆さん、選択肢2の didn't clearly authorize、 はっきりとは許していないという話はどうでしょうか。もちろんこのあたりですよね。 it didn't explicitly state the 点点点というところでございますので、これも本文と合致してそうですね。ですから、第一段落で検討した選択肢の E ですね、これが皆さん本文と異なっておりますので、意が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いての段落でございます。あとで皆さん、この問いの2番ですね、1890年代がどうなのかという話や設問に絡みますので、ちょっと皆さん一読をお願いいたします。で、皆さん、設問の指示の1890年代の話は、皆さん、この第3段落前半でございますので、これで皆さん検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、選択肢のまず E でございますが、ファーマーズ&スモールビジネスはですね、実は前の段落にあるんですが、1890年代よりも前の話なので、これは設問の指示と合致しないので、バツということでよろしいかと思います。で、皆さん、選択肢のローもですね、この該当箇所に書いていないですからね。で、皆さん、正解の選択肢のヒントはこのあたりをうまく訳せればいけそうですね。で、皆さん、こちらの和の右側に省略されている語句はわかりますかね。で、もちろんヒントはこの左側にもう一つ同じ和がありますので、これが最大のヒントですね。で、皆さん、和と和で同じ形になっておりますので、省略されているのはこれですよね。これをここに入れて解釈していただけるとよろしいかと思います。
テミさん訳してみるとですね、その収入レベルのアメリカ人はほとんどいませんでしたということですが、言い方からテミさん、これ手前の内容でございますので、高所得者はいなかったんですね。テミさん、ほとんどいない中で、バット。増税風は、アットザットインカムレベルですので、この高所得者層は、ハロザ点々点。そのタックスですね、税金に反対したんですね。で、その次の文章を読んでみると、皆さんバトル戦って、皆さん最高裁まで行ってますよね。で、その内容が分かれば、あとは歯か二かと言われたらいけそうですね。ですから正解は歯ですよね。最高裁で戦っておりますので、バッチリでございます。で、もちろん2の文末、タックスコードに関する記載はないですからね。さあ皆さん、続いての段落でございます。皆さん、この問いの3番頑張っていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、このタフト氏の話はこっちに書いてましてですね、多分皆さん気づいていると思いますが、アンチタックスということで税金に反対してますよね。ですから皆さん、それでいけそうですね。ですから正解はいいですよね。ブロックしてると。つまり税金に対して反対をしてるわけですから、ブロックという表現とつながってきますね。で、皆さん、続いて第5段落、一読お願いいたします。さあ皆さん、問いの4番でございますが、第5段落前半から中盤にかけてでいけると思います。で、皆さん、設問の指示に既婚者の話が書いておりますけども、本文中、皆さん、この辺りですよね。で、皆さん、読んでいただいてわかるかと思いますが、皆さん、独身の方ですね。で、3000ドル以上の収入がある方、そして既婚者で4000ドルの収入がある方ですね。で、少なくともそれぐらいの収入がある方の税率は 1% ですよね。ってことは、あとは皆さん、設問の指示に6000ドルという話がありますので、あとは掛け算、もしくは割り算していただけるとよろしいかと思います。ですから、6000ドル ×1% ですから、選択肢のローですよね。60ドルということでよろしいかと思います。さあ皆さん、最終段落でございます。第6段落ですが、皆さん、問いの5番、これはもう単語の問題でございますので、知識としてどうでしょう。で、もちろん皆さん、アンプリシーデンティッドは前例のない、前代未聞のという意味ですね。つまり、今までになかったものでございますので、普通じゃないんですよね。ですから、2が正解ですね。さあ皆さん、お疲れ様でございました。さあ、立教大学は皆さん、内容一致問題が非常に多いですよね。で、レベル的には簡単というわけではないんじゃないかなという感じもいたします。ですから皆さん、やってるかもしれませんが、やっぱり早稲田慶応上智ですよね。それの過去問でもやっぱり練習をしておくと、試験当日、まあ、立教大学の問題を余裕を持ってですね、解くことはできるかと思いますので、ちょっと皆さん、このあたりももしやってなければですね、取り入れていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。